間に合って。よし、今回は、ニラカナで、ラミエル重心が近づけていこうと思います。で、あのメンテ前だ、危ねえ、よかった。ね、メンテ前だったんですよね。だから、あと1分。で、まあ、ラミエル、友情、普通に強いんで、最近のニラカナって、友情で溶かしてしまうみたいな感じなんですよね。まあ、多属性でも。で、お、よかった、間に合った。お、もう数秒間だったな、メンテまで。で、多分貫通、この貫通ゲーじゃなくて、もう普通にニラカナも、これでもう、ニラカナはもう貫通ゲーじゃなく、もう反射ゲーなんですよね。で、このヨーヨー弾でも多分普通に倒せんじゃないかな。で、カマエルも普通に友情も普通に取って、ビーラー普通に壊しちゃってるんですよね。ワンチャンこのレザバリー消したら、カマエルも無理やり連れていけるんですよね。で、はいはい、カマエルがビーラの他にも、使う場所って言ったら、あとはカマエル、ビーラと、まあ今のとこビーラしか思いつかないね。で、あとは、まあ、ラミエルは今急いで動画撮ってるから、今ニラカナ来たけど、ニラカナももちろん適正だけど、他行くとしたらやっぱ新アマテラスとか、メンテ後に新アマテラス行こうかなと思って。で、他にはあとはアマテラスはやっぱ大適正なのかな。で、メタトロンがもう普通にエルザラド、もう終わってますね、あれも。で、エルザラドの他にも、あとはもう、イグノーとかも多分普通にいけそうだね、あれ。で、これで、はい。で、サンダルフォンも、運営さんも、喋ってたけども、30の極やってますね、みたいな、言ってたけど、30の極の他にも多分あれいけるね、なんか。で、今回のラミエルって、神化ベースで来たんですよね。だから、もし、近畿の16、アルカディアのところ、愛用して普通に、進化で、使ってますよっていう人がいたら、重心化にすると、無理やり使えなくはないけども、使いにくくはなるね、重心化したら。これで、はいはいはい。うわ、やべ、当たってね。それで、はい、カマエルも、ツイッターとかでなんか見たんだけど、アドベタワンパンできるみたいね。で、あとはアドベタとか、ビーランももちろんワンパンできるのかな、あれ。ビーランはワンパンさすがに無理なのかな。アドベタワンパンできたのはちょっとびっくりして。アドベタの他にもいろいろワンパンできるんですね。新意志ワンパンとかいけるんですよね。だからもうカマエルが普通に普通におかしいんですよね。友情も実質2フォール超えてるんですよね、もう。これで、
はいはい、でハマって、この姿可愛いんだよね。通常バージョン、こんな通常バージョンなんだけど、通常バージョンラミエルも可愛いんだけど、やっぱ、クリスマスバージョンラミエル結構可愛いんですよね。それで、はいはい、お、思ったよりなんか遅い。そしたら、君は僕の宝物。カナダの楽園は俺たちが守る。で、でこれが8ターンプラス8で使えるかな。で8ターン8で使えるから結構強力で早くだよね。これで終わるんじゃない？あ、終わんなかった。で、そしたら、弱さも全部自分だから。みんなの弱さ。あ、そうやっぱ甘くないか、そんなに。だとしたら、これで、じゃん、こうして、いやー、バハムート倒せなかったか。下のバハムートは多属性は多属性だと弱点殴んないと全然ダメージ入んないじゃないですか。ってことを言って、これはもうこれで終わるしかないです。はい、ごきげんよう。全てが行き着く場所へ。まあ、次使うとしたらもう新アマテラスとかかな。まあメンテコニー。はい、それをお願いします。ごきげんよう。